名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの1回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出している以上、この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。まずはドラゴンズのエース大野が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。はい、初球ボール、インコース決まった。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど。さあキャッチャーどこに構える。高めのボール、これはどうだ。センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている松永。前回のゲームではなんとホームラン3本を含む6安打の大活躍でした。いやー、もう当たりに当たってましたよね。本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上大野、そしてキャッチャーは加藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。初球空振りです。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよ。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。打順は3番バース。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。そうですよね、本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。ああなるほど。さあ今日も期待しましょう。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。肩が強いキャッチャーなんで、ランナーはちょっと慎重になるでしょうね。そうですね。走ってきた、打ちました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁はセーフ、これで3連打。ノーアウトランナー三塁一塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあそして逆方向にも飛距離が出るバッターなんで、アウトコースもしっかり低めに集めたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。三振を取りたい場面ですよね。ここはドカーンと大きな当たりです。高入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これでホームランダービートップとの差は2本。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。4対0。相手主砲の一振りでした。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。打席には5番バッター石峰。前回のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。
ドラゴンズ初回から相手打線に捕まっています。初球は何で来るか。初球打ち、ヒットになった。これで5連打。ノーアウトランナー1塁です。打席には6番バッターオマリー。前回のゲームでは驚くような活躍を見せました。いやー本当に大爆発でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に打った。大きな打球になった。さあどうだ。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これで6連打。ノーアウトランナー3塁2塁です。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。うん、そうですよね。まあそしてバッター広角に打ち分けてきますから、特徴を考慮して組み立てが必要でしょうね。はい。さあここを切り抜けられるでしょうか。いやー今のはちょっとヒヤッとしましたよね。そうですね。打ったー。高く上がった。レフトセンター下がっていく下がっていく。スタンドには届きません。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。6対0になりました。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス和田。まあドラゴンズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい。さあどういうピッチングをしてくるのか。打ちました。伸びていく。どうだどうだ。フェンス直撃。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。7対0。ドラゴンズなおもピンチです。さあバッターボックスには先発のダルビッシュが入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。高め打ちました。これはどうか。これはショートライナー。二塁はセーフ。打順は1番に帰ります。バッターキース。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。2球目打ちました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。強打が掴んで2アウト。2番バッター松永、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやー痛いタイムリーでしたよね。初球打ち、センターへ。伸びがありません。この打球はフライになっています。大島が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。バッターボックスには4番ビシエド。ヒットでランナーを1塁に置いています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。いい球でしたね。はい。変化球が決まっています。ノーボール2ストライクです。変化球空振り。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。これから2回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。福が2番手としてコールされています。さあマウンドに上がったのは福。今シーズン9試合目の登板です。ここまでまだ失点はありません。素晴らしい投球を続けています。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね。任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。打ちました。浅いフライ。ヒットになりました。これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打った。ライトに強い打球。伸びていく。どうだどうだ。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー3塁2塁。まず何を投げてくるか。切れました。ファールボール。打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。打席には6番バッターオマリー。
先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。高め打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。8対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打席には7番バッター真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。打ちました。ここは打ち上げています。ショートが構えます。掴んでツーアウトです。打席には8番バッター和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね、はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ツーアウトになっています。痛烈、これはどうだ。ショートの横抜けた。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。9対0。ドラゴンズなおも二塁一塁のピンチです。さあ打席には先発のダルビッシュが入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。ボールを拾って一塁送球。ドラゴンズさらにピンチになりました。ツーアウト満塁です。打順はトップに帰ってヒース。今日は盗塁を一つ成功させています。引っ張った。これはどうか。ライン際フェア、フェアです。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース見事なタイムリーヒット。11対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。いきなり牽制、ランナー挟まれた。二塁を送ります。タッチはアウト。これで3アウト。3回に入ります。タイガースの攻撃。2番バッター松永。ドラゴンズ厳しい展開で序盤3回を迎えています。打ちました。これは大きい。伸びていく。変化球を打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。3番バッターバース。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね、はい、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のドラゴンズの先発は序盤大量失点で交代した大野。早々に予想外の降板となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど逃げると逆にやられますから強気で攻めるピッチングでいいと思います。初球打ち。阿部掴んで3アウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。バッターは途中からマウンドに上がっているフク。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は変化球から入りました。打ちました。取った。2塁へ。2塁アウト。1塁送球アウト。ダブルプレー。里崎さん、エースがノックアウトされています。ファンとしては残念ですよね。まあこんな時もありますよね。いつも頼っているところもありますから次回はいいピッチングに期待したいですね。はい、次回はエースらしい投球に期待しましょう。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたがツーアウトとなっています。打順は7番真由美。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。打順は8番和田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんで。ランナースタート。キャッチャー送球して、おタッチアウト。いい送球。この回5回の表
小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか？そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。タイミングややずれています。ノーボールツーストライク。空振り三振、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発のダルビッシュがバッターボックスです。さっきは打たれてしまったんで、ここはもうしっかり抑えに行かないといけませんね。そうですね。落下点に入ります。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりでツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ツーアウトになっています。打ちました。阿部掴んで、おっと送球がそれた。これはセカンドのエラーです。この場面でドラゴンズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは谷本、今シーズン4試合目の登板です。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、振り込んでアウト、盗塁失敗。この回タイガース結局3人、打順は6番阿部。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。スライダー決まっています。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには7番京田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトランナー1塁です。インコース、これは外れます。これはバット出ず三振です。バッターボックスは8番加藤、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナー1塁です。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、先制のピンチ、2番バッター松永センターへ運ぶタイムリー、ドラゴンズ先手を取られます。続く攻撃、ノーアウト1塁3塁で4番掛布、2球目を捉えました。ドラゴンズ3点を追加されます。5回の裏、ここも三振、思うように攻撃できません。名古屋ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスは2番松永、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ドラゴンズ厳しい展開で6回を迎えています。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。流れを取り戻したいですね。打ちました、いい打球だ。打った瞬間確信したか、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、12対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは4番掛布。これはファースト、ビシエド掴んで一塁そのまま入ってアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど。打った、阿部掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。バッターボックスは3番アルモンテ、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。フォアボールのランナーが出ています。セーフ。
目は外れました。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど、そうですか。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、インサイド落ちました。これは破りました。センター前、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスビシエド、ここで点を取って流れを引き寄せれればまだまだ分かりませんから、なんとかこのチャンスをものにしたいですね。さあどんどん点を返していきたいところ。外の高め振っていきます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。低め外れました。このチャンスの場面空振り三振です。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。これから7回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。三嶋が4番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。外を狙っていきました。ノーボールツーストライク、打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。7番バッター真由美、先ほどの打席はデッドボールでした。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球大きく外れています。ファウルです。ボールになります。打ちました。打球はセンターへ。大島抑えてワンアウト。8番バッター和田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトになっています。ボールになります。打った、左中間に強い打球、この当たりはどうか、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ワンアウト三塁二塁です。さあバッターボックスには先発のダルビッシュが入っています。まあ今日の内容ならここは変えられないでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。ボールになります。これは見送ってボール、これで3ボール。次が5球目、これは真ん中ストライク、フルカウント、ピッチャー逃げ切れるか。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。サードが構えます。取ってツーアウトです。打順はトップに帰ってキース。まあドラゴンズとしてはリードされて厳しい状況ですけど、ここをしっかり抑えて諦めない姿勢を見せないといけませんね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。あっと高めいっぱい。バッターのキース、今シーズン得点圏での打率は6割1分7厘となっています。打ちました、高く上がった、これはどうか、右中間破っていきました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット、14対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス松永、初球変化球にタイミングが合いませんでした。これはまた真ん中へ、甘いところではありましたがこれで追い込みます。低め外れています。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しめにいきたいですよね。打った、ライトに大きな打球、ライト下がっていく、下がっていく、ライトオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、15対0。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスバース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと初球打ち、これはどうか、ピッチャー取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。10
8回まで来ました。タイガースの攻撃、バッターは4番掛布。今日はホームランを放っています。ドラゴンズ厳しい展開で8回を迎えました。これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は1本。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は5番石峰。いい当たり、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。ここでタイガース、ダイソーを送ります。中谷がセカンドランナーに入ります。バッターボックスには6番、オマリー。さっきはいい当たりでヒットを打たれてますからね、はい、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを2塁に置いています。アウトコースは、これは外れた。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい。外のストレートわずかに外れてボール、低め空振り。さあフルカウント、ファウルになります。真ん中打ちました、またファウル、打ちました、ここもファウルです。打ちました。この打球はフライになっています。強打抑えてワンアウト、ピッチャー、バッターボックスは7番真由美。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。アウト、2アウト。バッターボックスは8番和田。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。打ちました、ショート取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。これから9回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16、又吉が5番手としてコールされています。里崎さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがどうでしょう。まあ援護がないのは正直辛いですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待つしかないですね。そうですよね、味方打線の奮起期待したいところです。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで9試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ドラゴンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順は2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。又吉が掴んで2アウト、バッターは3番バース、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。初球ボール、これが2球目、打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだ、どうだ、
センターオーバー。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。ここでタイガースダイソーを送ります。八木セカンドランナーに入ります。打席には4番バッター掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、初球打ち。さあいいところに飛んでいる。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかし打順は3番アルモンテ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。ジャストミート抜けた。セカンドランナー帰れるか。ホームに送球する。ライト前ヒット。これで3安打猛打賞。打順は4番ビシエド。今日は3打席全て三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ノーアウトでランナー三塁一塁としています。見逃し。チャンスに手が出ず三振です。初球は大きな変化球、ボールになります。空振り。いいコースに投げ込んでいます。インコース高めのストライク。ワンボールツーストライクです。このチャンスは空振りの三振。初球ストライク。いやー厳しいですよね。ここはなかなか打てないですよ。はい、アウトコース変化球が決まってす。ランナーは動けず見逃し三振です。試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。ドラゴンズは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、エースの先発だったんですが残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあどうなんでしょうね。かなりがっかりするような内容なので何とも言えないんですけども、次に期待したいですね。そうですね。名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。まあ人によっては違うと思うんですけど、僕はデーゲームもナイトゲームもあんまり変わらないですね。あ、そうですか。里崎さんは影響なかったということです。まずはドラゴンズの先発山井が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制ホームランです。タイガース、これで10試合連続のホームラン。
初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。いきなりの先頭バッターホームランで先制点を奪われました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。打ちました。高く上がった。さあどうだ、スタンドには届きません。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ノーアウトランナー二塁です。打席には3番バッターバース。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっとさっきのホームランを引きずってる。打った、大きな打球になった。ライトバックバックバックする、フェンス直撃、二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、2対0になりました。ドラゴンズなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。さあそしてバッターボックスには掛布入っています。さあピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。初球は何から入ってくるか。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。取ってワンアウトです。さあそして打席には石峰入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが得点圏にはランナーが残っています。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですからここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。インサイド落ちました。強い打球切れました。ファールボール。このカウントは厳しめに行きたいですよね。はい、打ちました。打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフト掴んで2アウト。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあただ次のバッターが彼なんでね、この打席は要注意でしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。オマリー打席に入っています。打った、高く上がった。センターバック、センターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、3対0。ドラゴンズなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。立ち上がりを攻められています。バッターボックス真由美。ドラゴンズこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんでこれ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。ここで切って2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、4対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターボックス和田。昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ドラゴンズ初回から相手だ、走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。痛いですよね、ここは得点圏に進めたくなかったです。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、5対0。ドラゴンズなおもピンチです。さあ打席には先発の大谷が入ります。まあ、序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まずはボールから入りました。
落ちるボールです。低め、これは外れた。ボールが3つになります。打ちました。痛烈な打球、右中間に強い打球、ライト入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。7対0。打たれてはいけない相手に一発を浴びました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそうですね、もう少し慎重に投げてもらいたいですよね。そうですよね。まあただバッターからすればここで攻めておきたいところです。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、8対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ここは当然という交代でしょうか。ドラゴンズピッチャー、さあマウンドに上がったのは三馬。今シーズン6試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。さあ外してくるのか。3球目見送っています。ボール、ボールになります。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。なるほど。さあどう来るか。ファウルになります。ボールカウントは2ボール2ストライクです。大きく外れました。フルカウントです。さあ7球目は何か。打ちました。伸びていく、この打球は落ちそうだ。センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割3分1厘となっています。低め外れています。打ちました、いい打球だ。ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん打球入りました、ホームラン、ツーランホームラン。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番掛布。ドラゴンズこの回先制点を許しています。最初は変化球できました。ノーボール2ストライクです。改めてお聞きします、この掛布バッターとしてはどういう特徴がありますか。打ちました、これは大きい、伸びていく、積極的に行きましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース圧巻のホームラン攻勢でした。10対。4番バッタービシエド、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。あ、これはいけません、デッドボールです。バッターボックスには5番高橋。まあ大きくリードはされてますけど、ま、インサイド落ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、1点返しました。ドラゴンズ打順は6番阿部。ここのところ当たりが出ていません。まず変化球決まってワンストライク、よどい球わずかに外れています。外角低めのストライク、ワンボールツーストライクです。打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。2回になります、タイガースの攻撃。5番バッター石峰、
先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、初球打ち伸びていく、この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。打ち上げた、2球目打っていきましたが2アウトとなっています。バッターは7番真由美、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。打ちました、レフト下がっていく下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁、バッターボックス和田。まあドラゴンズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。高めにバットが出ました。次が3球目、切れていきます、ファウル、打ちました、これはどうだ、セカンドの右抜ける、これでマルチヒット、2アウトランナー3塁1塁。さあバッターボックスには先発の大谷が入っています。まあ、序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ボールです。低めの変化球でカウントを稼ぎます。落としてきましたがこれは外れます。スリーボールになりました。打ちました、痛烈、切りました、ファールボールです。インサイド落ちました、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、11対1、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰ってヒース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、3本打った、これもいったか、大きな打球になった、そのままスタンドに入りました、スリーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン、真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには2番松永、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ち上げました、ここは打ち上げています、構えます、初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース4点を追加しています。これから3回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号14谷本がマウンド上に。小宮山さん、序盤から大量失点となっています。なんとかしたいところですよね。まあそうですね、今頃ブルペンもえらいことになってると思いますね。その中しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、右中間破っていきました、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。甘いコースですからね、初球から行ってもらいたかったですね。今の球は危なかったですよね。そうですね、打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、阿部アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスは5番石峰、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっと打った、センターに強い打球、センター下がっていく下がっていく、フェンス直撃、サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、15対1、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。6番バッターオマリー、初球はストレート決まっています。インサイド落ちました、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました、タイガース1点追加します。
右中間へのタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。打席には7番バッター真由美。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子つかせたくないですからね。そうですね。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。打席には8番バッター和田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなる。打った。センターバック、センターバックする。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。さあ打席には先発の大谷が入ります。自らのバットで援護点となるとピッチングの方も盛り上がってくると思うんでね、打たせるわけにはいきませんね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これもファウル。ツーストライクです。これは見送ってボール。5球目は何で来るか。ここは空振りで三振を取ります。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース3点を追加しています。バッターは2番大島。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いて変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには3番アルモンテ。先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナー1塁です。まあ、ここは抑える自信があるなら勝負してもいいですよ。はい、引っ張った。ファーストを取った。送球する。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。バッターボックスには4番ビシエド。先ほどの打席はデッドボールでした。ドラゴンズ打ちました。左中間へ打球伸びる。ここは打ち上げています。石峰掴んで3アウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。回は4回の表、タイガース打順よく1番から始まります。バッターはヒース。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ドラゴンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えて振っていきましたが三振。まず1つアウトを取りました。打席には2番バッター松永。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。満々中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今シーズン50本目のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあバッターはバース。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。まずはボールから入りました。さあ2球目は何か。外、これはストライク。低め空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。4番バッター掛布。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。打ちました。大きな打球になった。ライトバックバックバック、入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は1本。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。4番に一発を浴びてしまいました。現在のピッチャーの状態、まだバッターボックス石峰。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。この打席のポイントに、いい当たり。センター下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは6番オマリー。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。今日は先発全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、右中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。さあマウンドを任されたのは鈴木、今シーズン4試合目の登板です。打ちました、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズなおもピンチです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、どういった攻めを打ちました。レフトに強い打球、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。さあバッターボックスには先発の大谷が入っています。彼を勢いづかせるわけにはいきませんから、しっかり抑えないといけませんね。そうですね。打ちました、ボテボテ、強打、一塁送球アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。打順は7番強打、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。空振り三振、チャンスに打てず三振です。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。3球目は何で来るか、これは足元への変化球、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これが5球目、ファウルになります。ツーボールツーストライクです。ファウルになります。ボールになります。スリーボールツーストライク、これが8球目。このチャンスの場面、空振り三振です。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか打ちました、これは大きい、伸びていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これがチーム25本目のヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあまず1球目、引っ張った、これはどうか、取った、一塁送球します、アウト、ここは送球が間に合っています。3番バッターバース、今日はホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは打った、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、初球は変化球から入りました。次が2球目、打ちました、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目、初球打ち、スタンド一直線、文句な、突き刺さった、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックスオマリー、
さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。これも初球打ち、伸びていく外野、大きな打球になった。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4連打、ワンアウトランナー二塁となりました。